はい、どうもおちょしです。さあ、僕は今ね、おちょこが泊まってる国際通りらへんのね、ホテルにちょっとおちょこを迎えに来てるんですけども、今回ね、ちょっと行きたい場所があって、なんとこの沖縄にですね、日本で唯一合法で遊べるカジノがあるらしいんですよ。はい。そのカジノの名前が、太陽ゴルフクラブ&ステーキハウス。みんな太陽ゴルフクラブって呼んでるのかな？これは太陽ゴルフクラブっていうね、米軍基地内にあるゴルフクラブがあって、ステーキハウスも併用されて入ってるらしいんですけどもね、レストランも。そこの一角ワンスペースにカジノコーナーがあって、カジノができて、でそれが米軍基地内だから、治外法権的な感じで、アメリカはね、カジノ合法だから、そんな感じで僕たち日本人もそこに入っていけば、カジノができるそうなんですよ。はい。で、その場所がですね、うるま市の方にあるんで、今ここ国際通りらへんの中なんですけども、ここからちょっとね、車で1時間ぐらい、まあ、バイクで行くんですけど、ちょっと1時間ぐらいかかってちょっとね、遠いんですけどもね、それ今回はそこに行ってね、遊びに行ってみようと思います。はい。で、ちょっと行く前にね、ちょっとまだ腹減ってるんでね、ちょっと途中ご飯屋さんでも寄ってから行こうと思います。はい。で、とりあえず出発しましょう。はい。パパパパフィーだって。あった、ここだ。大盤振る舞い。はい、着きました。大盤振る舞い。ここの海鮮が美味しいって前ね、僕が生配信した時に、このが美味しいから食べてみてくださいって言って、視聴者の方から、ね、教えてもらって、スーパーチャットでね、そすごい。のご飯代もいただいちゃったりしたんでね、おちょこと2人分の、ありが今とうご日は2人で、ざいます。ありがとうございます。じゃあ今日食べてみようと思います。はい。何やらここのね、他の店舗ある、有名なとこなんだけど、他にも店舗あって、結構で、そこ、ここが特に石原町のここのが美味しいらしいんでね、寺子裏西駅がすぐそこら辺にあるんですけども、はい。那覇から30分ぐらいでした。じゃあちょっと食べてみましょう。はい、行きましょう。はい。この大盤振る舞い定食っていうのが、ね、有名、美味しいらしいから、これにしよう。あ、ご飯の代わり自由なんだ、すげえ。メニューも他にもこんないっぱいあるんだよね。全部、もうイラストは、この魚のイラストだけど、丼の写真とかじゃなくて。来ました、名物大盤振る舞い定食、税込み1000円。わあ、すごい。刺身いっぱいある。で、温泉卵もね、ついてきて、これご飯にかけて食っても美味しいって言ってたね。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いただきます。じゃあまずマグロから。あ、久々に刺身食いたかったんだ。うまそう。食べ、いただきます。うまっ。なんかあんま沖縄って刺身のイメージなかったけど、うまいな、プリプリで。うまい。で、このあら汁もうまそう。あら汁うまい。めっちゃ魚の出汁だ。サーモン。ブリ。カジノは行ったことある？カジノ。海外。小さい時に。ああ、ラスベガス？あ、そうそう。かけたりした？いや、見てただけ。カジノ行ったことある？韓国とか、韓国はよく行ってた。セブンラックカジノとかで、毎回でも韓国なんかドレスコードが絶対あるんだけどさ、今日行くとか別にないっぽいんだよね。みんな短パンとかでも、あ、アメリカは別にドレスコードとかあんまないんだ。短パンでサンダルとかみんな行ってるっぽいし、ね、あとマカオのカジノも行ったことあるけど、でも一回韓国でさ、昔カジノでバカラ知ってる？
聞いたことある、うん、バカラで5万円ぐらい負けてさ、もうやめようって思った。もうほんと向いてないと思う感じになっちゃう。もともとでもやんないかな、パチンコとかも俺全然、うん、お金はない。そうそう、ケチだから。あっという間に1000円なくなっちゃう。いや多分美味しかったね。やっぱ刺身ってうめえな。すいません、教えてくださって、すばしゃってくださったご視聴者の方、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです、めっちゃ。めちゃくちゃ美味しかった。また来たいぐらいうまい。ねえ、よし、じゃあ腹いっぱいだし、うん、合法カジノ行ってみるか。行ってみよう。こっからもうバイクで1時間ぐらいかかるけど、さらに頑張ろう。はい、じゃあうるま市の方に向かおう。行こう。安60分500円飲み放題だって。すごい、ゲートに着いた。多分こっからもうアメリカ領土的な感じあるから、基地内なんだね。わあ、すごい、入れた。結構普通に車いっぱい入ってるな。あ、看板がある。太陽ゴルフクラブ。これどっちだろう。ここ右だね。太陽カフェ。暴力団の出入り禁止って書いてあったらいいわ。やっぱカジノだからか。こんな現状で走ってる人いないよ。あ、着いた、ここだ。太陽ゴルフクラブ着きました。ちょっと遠かったな。だいぶ雨風吹かれたな。うん、まあ、いいや。あの建物がなんかゴルフクラブとか、あとステーキハウスとか、あとカジノ入ってるところらしいから、とりあえずあっち行ってみよう。お、行ってみよう。あ、なんかちょっとアメリカンな雰囲気するじゃん。なんかゴルフ場な気がするんだけど、普通にすげえ浮いてるぞ俺。カジノとはどこにも書いてないな。いや、あっちは一回書いてある。あ、そうなんだ。てかお金持ってんの。ちょびっと遊ぶ、まあこういう時だから1000円ぐらい分。1000円ちょっと無理だろう。いや、いいよ、俺ちょっと経験したいこと、経験したいのは優先だから。そんな勝とうとかそんな思ってないから。そんな客いらねえだろ。あと、ちなみにカジノの中は撮影禁止なんでね。そうだろうね、うん、ちょっと撮れないんですが申し訳ないんですけど、まあ、とりあえず行ってみましょう。行ってみましょう。まず、ね、換金するとかがあると思うんだよね。へえ。円からドルに換金しなくちゃいけないから。ドルなんだな。そうそう、じゃあレートがいい日に来ないとダメだな。あんまこうレート良くないっぽいけど、めんどくさいからこっちだった。あ、そうなんだ。こっちあったけどね、マネーエクスチェンジ。へえ。牛だ。太陽ゴルフクラブ&ステーキハウス太陽。あ、すごい、ここになんか、ん、 ATM みたいなのがある。あ、何これ。あ、でここにほらアメリカのニュースペーパーの新聞紙の自販機みたいなやつ、ニューヨークとかの街中にあるみたいなやつだ。かわいい。でこっちが入り口で、なんかガラス張りになってんだな。あ、ここに書いてある、いろいろ。営業時間、一番下のゲームルーム、月曜か日曜日7時から夜の1時までやってんだ、遅くまで。へえ。あ、でここにこんなん書いてある。この施設は授乳国負担事業として日本政府が建設、日本が作ったんだよね、日本政府が。でアメリカ合衆国に提供したと。この政府施設が日本国とアメリカ合衆国の友好相互支援協力の象徴となることを記念し、ここに記すだって。平成21年9月、2009年からあるんだ。うわ、アメリカのビールがたくさんだ、ハイネケンとか。すごいね、ここがコースに出るのか。すごい、アメリカンポリスだ。よし、じゃあ入ってみよう。ゴルフショップもある。こっちの2階がステーキハウスとゲームルームがあるんだ。こっちだ。2階に両替場所もあるのかな。こんなアディパンでクロックスの人いないだろうな。
ここが両替所で、この先がゲームコーナーだ。で、あっちがステーキハウスかな。円から、はい、ドルに両替できるんですかね。じゃあ1000円。1000円分でいいです。はい。はい、はい、はい、どうも。はい、1000円両替して8ドルになったから、そしてここからはね、撮影できないから、ちょっとじゃ中入ってやってこよう、うん、まあ、勝てるか分かんないけど、少額だけど、うん、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。よし、はい、行ってきました。どうやってきた、どうだった？面白かった。面白かった。あっという間だったけど、まず2人とも1000円ずつ両替して、8ドルにして、1000円を8ドルにして、で中入ったらどんな感じだ、なんか広さ的にはどんぐらい強いんだろう、あれ。まあ、なんかなんていうのかな、広さ的にはちょっと大きめの、うん、ゲーセンみたいなとこがあって、まあまあそうだな。そんでなんか中におじいちゃんおばあちゃんばっかだったな。おじいちゃんとおばあちゃん、日本人のね、全員日本人だった。スロットしてる感じです。ずっとスロットの台しかなかったね、うん、で普通デジタルの液晶のスロットと、あと普通にアナログのスロットもあったけど、全部自分でこう目押しとかで押すんじゃなくて、うん、ポッて押したら勝手に止まるタイプのスロットだから、そうそうそう、もう本当押すだけだよね。でおじいちゃんとおばあちゃんやる感じ。おじいちゃんおばあちゃんで、なんか図書室みたいにみんな静かに黙ってやってたじゃん、うん、で無料のコーヒーとかもあったりした ね居心地は良かったね。無料の水とコーヒー、居心地、まあ綺麗だったね、うん、であとまず入ってから1ドルで、うん、このカードをね、あ、カードどこ行ったっけな、このカードを作って1ドルで、でこれを持ってスロットのマシンにカードを入れて、でスロットのマシンにかけるお金を入れるんだよね、うん、で最低ベッド額いくらかだったっけな、 0.6 ドルぐらい、まあ、60円、670円ぐらい、うん、0.6 ドルが最低ベッドだったね、俺たちがやってたマシンは、うん、猫にがいるね、この子だな。でお互いかけて、うん、なんかちょっとでも一応すぐ溶けたっちゃ溶けたけどさ、8ドルなんて少額、うん、ちょっと浮き沈みもあったよね、うん、なんかちょっと面白かったよね、プルプルプルって勝ったり負けたり、なんか動物が映ってるカジノのスロットやったけど、まあ結果ものの数分で解けたけどさ、うん、まあ、ちょっと面白かったで、久々にカジノでギャンブルしたって感じしたわ。ちょっと夢が見えたよね。いけんのかなって思ったよね。一回俺も思ったよね、一瞬。1000ドルが、8ドルが15ドルぐらいまで行ったけど、その後また解けちゃって終わったけどさ、うん、まあ楽しかったんじゃない。楽しかったです。はい、太陽ゴルフクラブ、ゴルフしたいなって感じで、あ、面白い、なんかステーキが美味しそうだ、いい匂いした、うん、まあ1000円でね、うん、遊んできたって感じですわ。はい、こんな感じでした。日本で唯一の合法のカジノは、あ、楽しかったです。はい、じゃあ帰る、うん、帰るか、はるばる来たけど、うん、こんなうるま市まで一瞬だったな。はい、じゃあ帰りましょう。はい、別に外人、ほとんど全員日本人だったね、外人一人も見なかったね。はい、三重浦添西海岸のパルコシティに来ました。あのショッピングモールね、はい、ちょっと入ります。やっぱ風がすごいな、ほんと風貌のありがたみわかるわ。風防ないと風マジすごい。しかも海の風が一気に来るから、確かに海岸線だったからね今、うん、ほんと早く帰ってアドレス乗りて、もう自分のアドレス乗りて、うん、こうね結構でかいんですよね上まであって、でこの2階にね結構立派なフードコートがあるんですよ、綺麗な、うん、こうやって海見ながらねご飯食べれるんですよここ。でこのキジムナっていうね、まあ、沖縄の中に結構たくさんあるあのタコライスの専門店のチェーンなんですけど、このねオムタコがねうまいんですよ。ちょっと買って食べてみようと思います。でここにさこのこれがあるんだよ、これがこの緑のこれうまいんだよね、辛くて、これ
ごい美味しいって聞いたので、ずっとキジムナを探してたんです。まあね、どこ入れもあるってある、結構やるとこあるんだけどね、茶壇でもね、これも。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。やっぱこの、あー、ピリッときてうまい。この普通のひき肉とさ、お野菜もトマトとキャベツがうまいんだけど、このオムレツが乗っかるだけですげえまろやかになってさ、これがほんとね、ありそうでなかったっていうか大発明って感じ、キジムナーの。うん、うまっ。うまい。卵がうまいわ。卵がすごいトロトロしてる、うん、合うんだよね、これが。たまらないし。悔しいな、今日1000円使っちゃったの。やっぱ普段ギャンブルしないじゃないから、普段しないから引きずるわ、ほんと1000円ただスロット打っただけで消えてったの。向いてねえわ、こんな引きずるんだったら。1000円もったいねえって気持ちがずっと残っちゃう。